なのでウォーミングアップの中でもそのいろんなその部位のですね、まあ、簡単に言うとまあそのセンサーをの数値を高めていくようなものが必要なんですけど、それに対してはそれをするためには実はそのバランス動作っていうのが大事なんですね、うん、だから常にこう、まあ、あの2本の足で立って安定した状態で、もしくは座ってこう、ね、開脚とかしてこう安定した状態で柔軟性を高めていくだけではなくて、まあ、動的な柔軟性、まあ、ダイナミックフレキシビリティって言うんですけど、動的な柔軟性を高めていくために例えば片足で立ちながら、まあ、股関節の可動域を広げていくとか、うん、体重がかかった状態でそのももの裏をストレッチするとかっていう、まあ、ちょっと具体的な方に、まあ、やり方あるんですけど、まあ、そういったそのバランス動作も含めつつ、動的な柔軟性を高めていくっていうのが実はあのウォーミングアップで非常に大事なんですね。あとは、まあ、あの本当に、まあ、協調性ですよねを高めていったりとか、だんだんそのウォーミングアップの後半にし行くに従って、まあ、あの競技動作に近い、まあ、あの動きであるとか、うん、それ競技動作に求められるその例えばダッシュのやり方とか、うん、あの特に野球だったら切り返しだったり多方向へのスタートを切れるように準備しないといけないですよね。なんかウォーミングアップなんですけど、ただ単に温めるだけじゃなくて、うん、その競技動作、動作準備のための、ウォーミングアップっていうのは本来はあの必要なんですね、うん、であのその日々のウォーミングアップをそうやってしっかりやってるとですね、実はその日のためのウォーミングアップだけじゃなくてパフォーマンスを高めていく基礎作りにもなるんですよ。あのいろんな、まあ、スタートダッシュとか、まあ、方向転換とかこう回転したりとかっていうその認知度とかいろんなその、まあ、あの基本的な、まあ、動きですね、うん、動作っていうのを日々こうやってアップの中に取り入れていってあの、まあ、それを継続してこう学習していくと将来的にその複雑なその専門的な競技の土台作りができているんですよ。なので、まあ、今あの皆さんがやっているウォーミングアップっていうのをちょっとそうやってこう確認じゃないですけどね、本当にあの、まあ、野球の動作がしやすくなっているかとか、まあ、そういったこと反応がを良くするためのものが入っているかどうかとかっていうのを、まあ、検証してもらうといいんじゃないかな